第一次トルンの和訳は、ポーランドリトアニア連合と、ドイツ騎士団との平和条約である。ドイツ騎士団領の最南端の都市の一つトルンで1411年2月1日に、条約は調印された。歴史学においては、1410年7月の単年ンンベルクの戦いでの騎士団の決定的な敗北を利用できなかったので、条約は、ポーランドリトアニア連合の外交上の失敗であると。 しばしば表現される。騎士団は戦争で、ポーランドから奪った、ドブ人を介し、ジェマイティアで一時的な領土の情報を行っただけだった。そして、その内容は、ポーランドをブアディスワフニセと、リトアニア大公ビータウタスが生きている間だけ、リトアニアが領有するというものであった。条約は、安定的なものではなかった。 1414 14年の飢餓戦争と1422年のゴルプ戦争という二つの短い戦争が行われ、領土争いを解決しためるの条約が調印された。しかし、莫大な戦争賠償は、騎士団に著しい財政的負担を強いることとなり、内部の社会不安と経済停滞を引き起こした。以降ドイツ騎士団は、以前の勢力を回復することはなかった。ありがとうございます。